はいどうもこんにちは、オーケストラの指揮してます平林亮と言います。今日はねピアノ曲解説したいと思います。ドベッシーのベルガマスク組曲のねプレリュードっていうのを題材にちょっとねドベッシー、的なるものは何だろうっていうのをね考えてみたいと思います。はい、この曲はですけどね、まあ、めちゃくちゃ綺麗なんです冒頭からでね、このなんかねなんちゅうの噴水みたいなこれ全まあこれすごい綺麗だからねもうここからでこのすごい綺麗なファーンってこう水がねファーンってこうなったみたいなここにまあずっとこの色彩がなんちゅうのかなこの、まずここでこれも綺麗だし次のこう一つ一つの移ろいがねまあ全部綺麗ですよね。いい感じですんでね、うん、いやでね、パーリラリレレドドレディドトってのが終わってこれがまたちょっと違うこのゲーっていうのはちょっと意外なんですよね。一瞬ブッとなって、一瞬まあスケルツァンドみたいになって、でねこのね。これがまあドベッシーの真骨頂ですね。これね。こういうなんていうのかな和音。で、これでまたこの色合いが違うのよね。このラミドを基調とした感じで始まるから、その前までのね、F ではヘ長調のね。から。とまた違う色に行くっていうのがこれがドビュッシーの魔法なけでピューピアノで強弱の変化も全部あの色彩の変化のために使うっていう感じですね。ハープみたいにやるんだろうね、アルペジオ。
ここら辺もね、なんかハーブみたいで、ここで、こういうシャープでまた変わるから変わる。で、またここで変わるんだよね。このからでね、ここのエリアがまあ一つ、30から31からが一つ2小節セットだけ。またここで変わる。これなんかフルートの低いのみたいな感じね。これフルートみたいな。このアイスはどの楽器がやるんだろう。普通に言ったらファゴットの1番とかじゃあ当たり前すぎるか。バスクラで重ねるとかね、ここ天才的だよね。一旦ファがシャープで入るんですよ。ミシラミシラで次すぐナチュラル、こういうところ天才的。これはピアニッシモでモルトピアニッシモでスタッカートだからうまーくやんないとね。なんていうのかな、クッとこう。で、次から音楽全然変わりますね。なんかね、海の底に潜っていくみたいな、まあ、感じになる。全部ハープかな、弦のピッチカートでもいいけどハープ。で、ここで変わる。まあハープかな。で、ここからまた変わる。すごいんですさ、この全部この仕掛けみたいなものがね、まあもちろん一番はドレッシーだったら和声とか転調の移ろい、うん、で来て、それがまあこの曲の盛り上がり方もね、もう完璧だよね、こんなのね。すごいねこれね、超綺麗だしね。しかもで再現部同じことでしょ。でこれは最後まあわーっと盛り上がるんでね、例えばソレシ、こっちはナチュラルになってる。こういうのが綺麗。
びたびねアルペジオが出てくるんですよとか、こういうのはまあ全部ちょっとハーブっぽいね。ということで、ちょっとね、ドビッセイぐらいになってくると、もう、ここが何町、愛町ってやってるとね、結構、大変な分析にはなってくると思うんですけど、もうね、なんていうか、この、すごいんですわ、魔法が。で、もう、小節ごと、2小節ごととかになんか、その、音色が変わる仕掛けが全部あって、で、強弱がちょっと落ちたりするも、まあ、すべてこの、なんだ、音の色彩感の変化のためにあるっていうね。まあ本当色彩のための音楽だから、ドイツ音楽と全く違う。うん、まあ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 美しいしね。なんかドビュッシーのこういうとこは素敵だ素敵だっていうことを言いたかったです。はい、普段ねクラシック音楽のトピック中心です。よろしければチャンネル登録と、動画の内容良いと思われたら高評価ボタンを押していただきますと幸いです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。 Thank you.